山田大津十1月6日から1965年7月18日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍大将。最後の関東軍総司令官として玉音放送による政談を受諾し、ソ連軍に降伏した。息子は登山家の山田次郎。陸軍経理官市川角の三男として生まれ、山田貫之の養子となった。 成城学校から陸軍中央幼年学校を経て、1902年に陸軍主管学校を卒業。同期に古正美紀を、西尾久嗣、作り、宇佐美沖江らがいる。1912年に陸軍大学校を卒業。同期に土井原賢治、飯田貞方、牛島貞を、勝木誠治、酒井康治、谷俊夫、柳川平介、山岡茂圧がいた。 参謀本部総務部長、陸軍士官学校校長、第十二師団長歴任。軍令、教育畑が長く政治職は薄かった。1939年10月、中止な派遣軍司令官から教育総監に就く。1944年2月に、東条秀樹首相権陸将が国務と東水の一元化を図り、参謀総長権吟を起とした際には、 杉山元参謀総長が強く抵抗、山田元水権独立への抵職を危惧するが、最終的にはこれを容認した。しかし7月の裁判疾患を契機に、東条は大臣、参謀総長となった梅津義次郎の後任として、関東軍総司令官に就任する。1945年8月9日、ソ連軍が対日参戦、当日は大連に出張中であり、 急遽心境に帰還する。総司令部を通過に撤退させ時給戦を図るが、15日には、日本のポツダム宣言受託により、終戦証書が発布される。19日には、ジャリコボのワッシレフスキー元帥との停戦交渉を開始。その後は、関東軍総参謀長、畑彦三郎や総参謀副長、松村智勝、作戦主任参謀。 草地定語らと共に、ソ連に抑留され10年以上経って、日本へ帰国した。ありがとうございます。